写真拡大。中日1の7、阪神13日、名古屋ドーム。阪神は11安打7得点と打線がつながり、中日に快勝。負ければ5位転落となる一戦で、近本浩二外野手24が3回に先制の中前的自打を放ち、直後に今季31個目の2投を決めるなど、打線の起爆剤になった。リーグ新人記録となる長嶋茂雄、巨人が持つ153安打にあと6と迫り、チームは3位広島に 3.5 ゲーム差。 CS の可能性がある限り、トラよ、突っ走れ。大記録が迫っても、その目は勝利だけを見据える。負ければ5位転落となる一戦で、近本が見せた執念の一打。通算147安打目は望みをつなぐ先制打となり、プロ野球の新人では1950年の川内拓司、毎日と並んで歴代6位となり、偉業へと近づいた。今季対戦防御率 0.93 と苦戦を強いられていた相手、先発柳が見せたほころびの兆しを逃さなかった。2本の安打で1・1、二塁の好機を作り出した3回。近本は2球で追い込まれながらも、頭の中は冷静だった。2球目のチェンジアップを空振りしていたので、まっすぐが来ても両方対応できるようにと考えていた。3球目、高めに浮いたチェンジアップに反応。鋭い打球は右腕の足元を抜け、先制の中前的自打になった。58年に長嶋茂雄、巨人が残したセ・リーグ新人最多の153安打まで残り6本。好調を維持し、大先輩の背中を追っていく中、積極的な姿勢はバットだけではない。チャンスがあったら常に狙っていきたいと思っていると、足でも果敢に攻めた。自打者福留の初球で鮮やかに2投を決めた。武器である足を使って得点圏を演出するために、自分自身に課しているのが盗塁の成功率。あまり力みすぎないようにと、より良いスタートを切るために塁上では脱力することに重点を置いている。33盗塁でリーグトップのヤクルト山田哲まであと2に迫り、福留の9号スリーランも誘発。ルーキーの11試合連続安打となる1打、そして快速が11安打7得点の猛攻を呼び込んだ。残り11試合で3位広島とは 3.5 ゲーム差。逆転 CS 進出へ勝ち続けるしかない。そのために近本の打棒と足は止まることなく、最後まで突っ走る。